はい、こんにちは。はい、こんにちは。さあ、今日はですね、この素敵な場所からお送りしますけど、これ試合会場です。ホテルの名前は何でしたっけ？ポリフォルムヌエバエスコシアっていうところで、試合が行われます。で、今 こっちで大体試合当日の昼の3時ぐらいで、試合が夜の7時から開始で、まあちょっと松中と酒井も今自分たちの部屋でゆっくりしてるってことで、まあ、僕らもこのホテルの中にあるレストランでね、ちょっとこうやって食事をしながらゆっくりしてます。まあ、今回のテーマ、まあ、皆さん本当この日本のボクシング界の天敵じゃないけれども、ルイス・ネリ、日本人のボクシングファン、日本のボクサーからしてみても、だって日本のコミッションはもうルイス・ネリ永久追放ですもんね。日本で試合できないですもんね。で、まあ当然俺らもそう思うし、まあとんでもないやつだと思いはあったんだけど、まあ、今回実際メキシコに来てみて、まあ、ルイス・ネリは至って別に普通だったっていう特別なことでもなかったっていう異端児じゃなかった異端児でもなかったまあなんて言っても酒井翔輝の今回の対戦相手が、まあ、軽量オーバーとということで、まあ、僕はこの測りで体重当たってる手前の方からこうやって見てて、まあ酒井がまず体重を測って降りて、次その対戦相手が体重を測って、まあそのコミッションがちょ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 ってちょっとね、測りをずらしてってずらしてって、で体重を確認して、まあその選手も降りたのかな。そうですね、もう普通に計量そのまま終わった感じで、終わった感じになって、で俺がちょっとこれなんかピッピッピッピってやつ、あれどういうことだっていうので、いやもうちょんちょんって上がってるから、そう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 、あれ一瞬ハブられたって上がったら普通下ですやん、測りってで移動してたから、はい、これオーバーじゃないのと思って、で恵比寿が確認してってくれたら、まあ、実際オーバーしてた。ただまあその後もね、普通にカメラマンの前で写真撮って、めちゃめちゃポーズ決めて、ポーズ決めて、水ガーッと、水ガーッと、もうやりきったかな、ね、そうそうそう、なんなら拍手ちょっとで、なんかあまりにもスムーズにいかろね、俺らもなんかちょっとあっけに取られてたんだけど、ただまあ明らかに体重オーバーしてたっていうことで、でその後でもあの相手なんでしたっけ、ダリオ・フェルマンなんか普通に酒井と写真撮ったりね。そうですね、こっちに来て、あ、なんか恵比寿さんに写真撮らせてましたよね。なんかいや、もう携帯投げてたぞいや、だからさ、それで、でそのままもうマネージャーと一緒に一旦帰ったんでしたっけ。一回帰ろうとして、はけたんですよね。もうちょっと待てって言っても引き止めて、うん、で、コミッションもコミッションで、うん、もうあとは勝手に話してみたいな感じだったんで、はいはいはい、もう全部巻き込んで、もう一旦もう集まりみたいな感じで、ぜひ集まるっつってそうそうそう、これだから日本の場合だったら、まあその時点で、とりあえず何時間後かに再計量があると。でそこまでに体重を落とせなかったら、もう今だったら多分即試合中止、まあ一昔前までは、まあそこで両陣営で、じゃあ当日計量は何キロにしようっていう、そこでまた契約を結んで、またグローブはハンデをつけたりして試合をやってたんだけど、まあちょっとここ近年計量オーバーが増加してるってことで、コミッションがもうすごい厳罰化してて、今は即試合中止という中でね、今回のこの出来事だったからさ、俺らもちょっとあっけに取られちゃったんだけど、まあちょっと待てとっていうところで、もう一旦話し合いをしたんですよね。2回目に来た時に本当に顔色が変わってましたけど、それまで本当に何だスルーするぐらいの勢いでしたね、うん、だって堺にも体重を落とせなくてごめんって言ったみたいですからね、はい、そうですね、ちょっと久しぶりなんだこのリミットみたいな、だからちょっと無理だったみたいな。でもそもそもこの試合のウエイト自体が契約体重です。そうですね、ウェルター級のリミットか、そうですね、上のところで、まあで、まあ契約内容まではいいですね。で、僕たちで、陣営、僕たちとプロモーター、うん、向こうの陣営でコミッションに入ってもらって、まあ、そこでまた新しい、こうしようっていう契約を一応結んで、で、試合に臨んだという形で、はい、ただまあ、
いろんな軽量が実際オーバーしてた時の本人たちの人間も含めた態度を見ても、コミッションの態度を見ても、まあなんだろう、日常3時までとは言わないんだけど、まかり通る感じはありましたよね。うん、そうですね、普通にこのまま普通に行こうとしてましたもんね。もしくはもうちょちょっと話して若干そのお金で解決してとか、うん、そうですね。ということでね、ルイス・ネリーとんでもねえ野郎だと思ってたけどね、実際まあこういうことがこの国では別にまあとあるもんなんだなっていうのが、酒井本人もそう言ってたし、まあもちろんこういう一部で起きたことが全体がそうだっていうわけじゃないですけど、まあただああいう人の対応の仕方を見てると、まあこんなもんだったなっていうふうには思った。そうですね。しかもあいつ、あの話し合い終わった後、帰りのバス乗ったじゃないですか。俺窓見たんですよ。じゃああいつまた水ブルー飲んでたんですよ。あ、飲んでたね全然なんかあのそっから体重もうリミットかけようっていう感じじゃなくて、もう自分の回復だけを考えてたんですよねだからね、まあああいう再契約の内容はまあ詳細はね、別にここでは話さないけど、まあでも試合の当日も動かなきゃダメだよね。そうですね、もう、うん、本当にネリがレッドブル飲んでたみたいな話と、もうなんか欲に負けるみたいなのって本当にそういうことなの。いや、もうそういうことですね、うん、レッドブルぐらい飲むわね、どうってことないよね。そうですね、だってレッドブルこんなもんちっちゃいからねそうそうそう量少ないし怖いもんね。なんだろう、今日乗り切ったからな、なんか明日のこと明日考えようみたいないそう、まあこの国で俺らも実際計量立ち会ってみてさ、計量も10時からやるって言って10時に会場行ったら、実際計量始まったのが12時過ぎ。いや、そうですよ、12時過ぎですね。もう半近いじゃないですかね。だから俺ら選手とかがいて、陣営もいて、その後に計量の体重機がさ、あの設置されたりさ、そうですね、なんかあの何ですか、会場のあれ立ってたり、いや広告ね、スポンサーのあれ立ってたり、しかも1時間ぐらい経ってから、そう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 11時ぐらいになってからちなみに僕たちね、あのメディカル検査は試合前、あの計量の前にやったんだけど、結局 PCR 検査も何もなかったね。何もなくて、ね、その代わりアルコールはすごかったですけどね。ああ、手つけてね、4回ぐらいそれまあでもこれ時間にしてもそうだし、この運営のドタバタにしてもそうだし、まあなかなか日本じゃない、ね、そうですね、グラグラ感、スクラグラ感が、まあ、僕らもこういう、これこそまあフィリピンとかタイ、韓国、あとまあアメリカ、まあアメリカはね別としてもいろんなところでこういう経験をしてきたけども、まあ本当に最悪だった今回あの A サイドというか、あのこちらであの選手とかも選んでるじゃないですか。でその選手を選ぶときに、やっぱりその選手の過去のウエイトとかの推移をずっと見ていて、本当にちゃんと落とせるのかとか、そういうところまでケアしてあげないと、もうなんかそうだからそう、ね、危ないと思ったらやっぱり、うん、あの落とせないんです。そうですね、そういう話です。そこまで見なきゃいけないんだっていうところもだって堺に言ったらしいですもんね、俺5年ぐらいこのウェイトでやってないんだよ。5年でしたっけ、なんかすごい長い間このウェイトをやってなかったんだ、やってなかったんだって言って、ああそうなんだ、こっちもミスったなと思ってボックスレッグ見てみたら2019年にやってました、ね、そうですねあの野郎ですねそっから2試合ぐらいしかしないまあ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 、もうそれ、ね、で直近の試合が100何パーでしたっけ、ライトヘビー近かったんでしょ。そうです、ウェル、まあ、スーパーウェルターぐらい、スーパーウェルター超上ぐらいで、うん、77とか78でしたよ。あ、そうでした、うん、だからスーパーミドル、その手前の試合が多分それです、はいはいはい、で、その次がめちゃめちゃ重たかった。そうだね、そうだね。まあだからその辺もこっちにも怒りがあったってことですか。いやいや、どうなんだ、情報修正する時間すらなかったじゃないですかあのもう酒井さんの相手がほとんど、ね、なかなか決まらなくて、最後にやっと出てきて、でちょっとウェイト上げればできるっていうので、うん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 、じゃあっていうんで飛びついたら、はい、飛びついたらオーバーして今回メンバーシップというものをですね始めさせていただきます。
だメンバーシップ内では特に海外で活動する僕たちの舞台裏っていうのをどんどん、提供していきたいと思います。